アメリカ合衆国憲法修正第1条は、アメリカ合衆国憲法で定められている条項で、国境の樹立を禁止し、宗教の自由な行使を妨げる法律を制定することを禁止した。また、表現の自由、報道の自由、平和的に集会する権利、正願権を妨げる法律を制定することを禁止している。 これは1791年12月15日、権利焦点を構成する10の修正の一つとして採択された。権利焦点は、もともとは憲法上の批准に対する反フェデラリストへの対抗を援助するために提案された。当初、修正第一条は、アメリカ合衆国議会で制定された法律にのみ適用され、条項の多くは、今日より狭く解釈された。 合衆国最高裁判所は、ギトロウ対ニューヨーク州事件以来、アメリカ合衆国憲法修正第14条の適法手続き条項を通じて、修正第1条を州に適用した。エバーソン対教育委員会事件では、裁判所は、トーマス・ジェファーソンの書簡を用いて、この分離の正確な境界が紛争しているにも、かかわらず、境会と州の分離の壁を求めた。 20世紀と21世紀の一連の裁判では、政治的発言、匿名の発言、政治資金、ポルノグラフィ、学校演説などの様々な形態を保護し、これらの判決はまた、修正第一条による保護における一連の例外を定義した。1791年に採択された修正案は次のようになっている。議会は、国境の樹立を支援する法律を立てることも、 宗教の自由行使を禁じることもできない。表現の自由、あるいは報道の自由を制限することや、人々の平和的集会の権利、政府に苦情救済のために請願する権利を制限することも、できない。提案された、権利商店の手書きのコピーは、1789年、憲法修正第1条の草案となった。ありがとうございます。